インコを他の家族にも懐かせたい。オンリーワンを改善する。私だけに懐いています。夫を避けるんです。子供に攻撃するんです。インコをお迎えしてみたけれど、私以外の家族には懐きません。想像していたのとは違う。よくこんな悩みを耳にします。こんにちは、きなこのお父さんです。インコ特有のこの行動をオンリーワンと呼びます。ではなぜインコやオウムというねコンパニオンアニマルはオンリーワンになりやすいのか、あなたは分かりますか？オンリーワンになる理由、それは育てている環境が大きく左右することもありますし、個体の持つ性格なんかも関係すると言われています。しかしプラスアルファ、私個人的に思うことがあります。あなたの家族全員が愛鳥自体に興味を持っているのか、接しているのか、私はここに集約されていると感じます。インコはとても愛情深い動物です。インコの成分は 100% 愛情でできてます。だからインコに興味がない人は愛情からは好かれません。まあよくて空気のような存在です。インコやオウムというのはつがい相手と生涯を共にしていく動物です。オンリーワンとはインコがメインパートナー、つがい相手を選ぶことを指します。ではなぜインコはメインパートナーを一人だけしか選ばないのでしょうか。まずこの根本的なところから考えてみましょう。インコは必ずパートナーを選ぶわけなんですが、単純に自分が好きだなと思う人をメインパートナーに選びます。そのお相手は鳥のつがい相手だったり、ヒナの頃からずっとお世話してくれたあなただったりします。時にはパートナーのことが好きすぎるがあまり、それ以外の人、あるいは同居インコをすべて敵とみなしてしまう子もいるんです。だからといって愛情を嫌わないでくださいね。インコやオウムというのはオンリーワンという性質を持って生まれた生態なんだと理解してあげてください。とっても愛情が深いだけなんです。インコという動物は自分の独自な観点から人や鳥を順位付けしています。あなたは1番、電話は2番、そうやってやって人や鳥に対して順位をつけています。誰を信頼すれば自分が快適に暮らせるかをよく理解しているんです。パートナーだけに懐いて他の家族には攻撃的になる、あるいは同居インコに対して嫉妬した態度をとってしまう。ちなみに我が家の場合はオカマインコのきなこが選んだパートナーはお母さんです。感覚的に言うと親鳥だと思っているみたいな位置づけですね。私は発情期になると恋愛対象になるようなんですね。そして他の家族、現在娘2人いますけども、きなこにとっては比較的誰とでも仲良くできる子ではあります。でも3番目だったり4番目だったりします。私とお母さんがいなければ下の娘がオンリーワンになる。面白いですよね、こんな現象になります。まあ、それでもママが一番大好きと、お母さんがいると父無視、娘たちも無視と、厳禁なやつめと言われております。インコはとっても賢い動物です。一緒に遊んでくれる人、毎日餌をくれる人、毎日ケージをお掃除してくれる人、こうやって自分のお世話をしてくれる人を好む傾向にあります。でも待てよと、これ全部お父さんが毎日やってるやんけって、おいきなこって、
なぜにあなたはお母さんなの、シャバボーンってしちゃいますね、うん、でもね、これで私良かったと思ってるんです。私って幼少の頃鳥になりたくて毎日手をバタ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 させて小学校の門の崖から飛んで遊んでました。鳥類が好きすぎます。そんなお父さんは2番目でよかったんだなと思います。きなこにとってお母さんを信頼しておけばこの家は安泰なんだと分かって生まれてきたのかもしれないですね。オンリーワンを改善する。インコは群れで暮らす動物、群れ仲間を大切にしています。そして身の危険から守るためになるべく群れ仲間と行動を共にします。だからパートナーが不在の時はオンリーワン改善の大チャンスなんです。他の家族が頼れる存在に浮上できるのです。つまりお母さんが不在の時はお父さん子になるという仕組みですね。インコは捕食される対象の動物、群れからはぐれたらそれは死を意味します。それは死を意味します。なので極端に一人でいることを嫌います。なるべく群れから離れたくないのです。これをね、逆手にとってパートナー不在時に愛情と仲良しになればいいんです。頼れる存在になってしまえば他の家族の株も急上昇するという具合です。そしてもう一つ大事なことがあるんです。それはインコに対する言葉がけです。積極的にインコに話しかけてください。オンリーワンさんとの差はそこにあります。インコと人間はとっても波長が合う動物です。共通の言葉を交わせなくてもボディーランゲージや口調によって意思疎通ができる動物同士なんです。かわいいね、えらいね、よくできたね、もちくんご飯食べてる、きなこちゃんねんねしようか、こっちおいで、パートナー以外の人はオンリーワン改善のためには積極的にインコに話しかけてください。愛鳥の名前を呼びながら話しかけるのも効果的なんですよ。インコの知能は人間の2歳並みです。積極的なコミュニケーションをすれば必ず懐いてくれるはずです。以上、インコを他の家族にも懐かせたい、オンリーワンを改善するでした。我が家はお母さんがそばにいるときなこちゃんはお父さんに対して悲しいぐらいそっけない態度をとります。こんなインコの生態も含めて可愛くて可愛くてたまらないんですけどね。